皆さんこんにちは、エイブルの柏木と申します。本日は、レジデンスアイリス伊大南という築浅マンションをご紹介していきます。まだ10年未満のマンションタイプとなっておりまして、オートロックもネットも追い焚きも浴室乾燥もついております。それではお部屋の方ご案内させていただきます。はい、それではお部屋へ到着しましたのでご紹介させていただきます。入ってすぐは、白のタイルとシューズボックスがついておりまして、入ってすぐ右側に、賃貸では珍しいこういう引き戸タイプのドアと、あとは手すりがついているのでトイレした後立ちやすいです。で、白い廊下がありまして、右側には二口コンロのキッチンがついております。その隣はなかなか幅も広めの冷蔵庫置き場もあるので、比較的どんなサイズのでも置けるんではないでしょうか。電気がつかないんで少し暗いんですが、洗濯機置き場と独立洗面台、若干横幅が広い気がします。はい、そしてお風呂ですね。こんな感じで、ここも手すりがあったりとか、ちょっと足腰悪い人に良さそうな設備がたくさんついてます。はい、次がメインのお部屋になるんですけども、 8.1 畳の、洋室になっております。南向きで、今ご紹介しているお部屋が6階になるので、日当たりもかなり良好になってます。洗濯物一発で乾きそうですね。はい、で収納なんですけども、ウォークインではないんですが、かなり奥行きも広く、2段と、あとはハンガーラックもついております。最後お部屋の全体こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。